はい、それでは今回はですね、ワークブック問い 2-3 について解説をしていきたいと思います。この 2-3 についてはですね、2-2 と合わせまして、基礎知識の動画で、まあこの問題を解くにあたっての必要な知識について話をしていますので、まずそちらをご確認いただいてから、この解説を聞いていただけると良いかと思います。はい、それではですね、各自、お手元のワークブックの問題を確認していただきながら、今回の問題はですね、連続確率変数 X となっています。まあ、X はですね、指数分布に従うっていうことで、これが連続確率変数ということになっており、まあ、その場合のモーメント母関数とか期待値分散について求めていきましょうという話ですね。で、FX はですね、ラムダ ×E のマイナスラムダ X 乗ということで与えられています。じゃあ早速ですね、モーメント母関数を求めていきましょうということで、まあ、モーメント母関数については MC だと表記をしまして、